P194 ブロームフォス BVP194.02 ブロームウントフォス P194 とは第二次世界大戦中のドイツで開発が進められた複合動力を用いる対地攻撃機または戦術爆撃機用の設計案である。ブロームウントフォスで作られたリハルト・ォークトによる他の幾種類かの設計案のように P194 も非対称機となっている。 1944年1月、ドイツ航空省は旧式化したユンカース187の代替となる仕様を出し、ブロームーンとホスはこれに応じて P192、P193 及び P196 と共に P194 の設計案を提出した。この機体の基本設計は BV141 のものを踏襲している。主動体構造の機種部にはプロペーラを駆動させる。 エンジンが付けられ、もう一端には尾翼が設けられた。上員と兵装は、ナッセルの内部に収められて主導体から分離されている。これらは主翼によって結合されている。ただし、P194 では、コックピットポットの後方にターボジェットが追加された。この設計の意図は、ジェットエンジンの水力により、プロペラから生まれる水力とのバランスを補助することにあった。 強力な兵装が、ポッド全部に集中配置された。爆弾搭載量は、上限5 0 0ラムで、爆弾は、胴体内の爆弾層に収められて運ばれることになっていた。ブロームーンとホスの4つの設計案はすべて、ドイツ航空省によって、不採用とされ、代わりに、戦術爆撃の任務に当たるものとして選ばれたのは、メッサーシミット目262だった。 データは客中による、主要所言性の併走、ありがとうございます。